地震はいつ、どこで起きるかを正確に把握することは難しいと言われていますが、地震が発生する可能性を知って備えをすることは大切です。まずは近年国内で起きた大地震について振り返ります。こちらは気象庁のホームページで確認できる過去30年で最大震度7を観測した地震です。この30年は4年に1回ほどの頻度で発生していて、その場所も様々です。はい こんなに多くの大地震が発生しているとなりますと自分の住む地域でも大きな地震が発生する可能性があることを想定するということが必要になってきますよねそうですね、はい、実際にこの首都直下地震も高い確率で起きると想定されておりますけれども、はいはい、その被害は県内にも及ぶと推定されています、はい、改めて地震のリスクを知って被害に備えた対策を考えていきたいと思います 防災科学技術研究所のウェブサイト地震ハザードステーションでは今後30年間に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率を地域ごとに見ることができるようになっていて例えば高根沢町では56.7では39.5%野木町では39.5す県内の他益子町では39.3一桁台の地になっています。が 決して安心できるというわけではありませんそして県や国の調査から県の危機管理課は震災対策についてまとめていてその中で特筆すべき2つのパターンの地震の被害の想定を記載していますその1つ目は首都直下地震です国は首都直下地震が発生した場合震度6弱以上となる地域を首都直下緊急対策区域として指定していますが県内では 足利市、佐野市、栃木市、小山市、茂化市、下関市、乃木町の六つの市と一つの町が指定されています。二つ目が宇都宮市の県庁直下で地震が発生した場合です。その中では最も被害と大きいと想定される季節や時間ですと。 死者が人うち建物の倒壊が3829人火災によるものが92人およそ7万の建物は全壊して避難している人は地震から1週間後におよそ34万人になると想定しています。 えでは地震の発生する可能性それから被害想定が分かったところで私たちはどうすれば被害を防ぐことができるのでしょうかま対策するべきだと頭では分かっているんですけれども、はい、では何からすればいいのかというのは分からない方もいらっしゃると思いますえ、うんはい、そこで具体的に何を対策すればいいのか改めて県の担当者に伺いましたまずはご自宅が耐震化されているかを確認するのが重要だと思います 阪神淡路大震災では亡くなった方のうち約9割にあたる方が建物の倒壊や家具の転倒などが原因で亡くなり住宅や建築物の倒壊が人的被害を大きくする主な要因となりましたまた家具の転倒防止対策を行うことで災害発生時に家具の下敷きになってしまうことや避難の際に家具が障害となって逃げ遅れてしまうことを防ぐことができます これに加え、避難の際にすぐ持ち出せるように、非常用持ち出し袋の準備や、住んでいる市や町のハザードマップを確認していくことも重要だということです。災害は完全に防ぐことはできませんが、皆様の日頃の備えによって被害をできるだけ小さくすることは可能です。自分や家族を守るための防災対策について改めて考えていただければと思っています。